CZ イプ四百 455CZ は、重機メーカーだった、チェスカーズ・ブロヨフカ・ストラコニツェが製造していた、オートバイのブランドである。シュコダ財閥によって、チェコスロバキアのストラコニツェに設立された。もともとは1919 19年9月、ジー・ホシスカ・ザブロー・ジョブカと呼ばれる、小さな武器工場として生まれたのが始まりである。同社はやがてベイプルティの武器製造工場と合併し、 1922年には、プラハにあった工場と合併した。これらの再編によって会社は、ストラコニツへのチェコ軍事工場という意味の名称に変わった。この会社で製造した、ピストル、空気銃、自動小銃といった製品はいずれも成功を収めた。しかし、会社の成長は1929年がピークとなり、第一次世界大戦後の武器セールスは、次第に加工戦をたどった。 そんな中で CZ はブルタバ川沿いのクラルピナとブルタボウにある工場で自転車の部品の製造を始めた。やがてここで製造された自転車がヨーロッパ、アジア、アフリカ、南アメリカの国々へ輸出され会社は再び発展し始めた。1932年にはエンジン付き自転車の製造を始めその3年後にはストラコニツェで 最初のオートバイを生産して市場に参入した。CZ ブランドのオートバイは大成功を収め、同社は芝叩く間に、チェコスロバキアで最大手のオートバイメーカーとなった。ビジネスの成功は生産活動のさらなる拡張をもたらし、チェーンや工作機械などの工業製品の製造も手がけるようになった。第二次世界大戦中は工場はドイツの占領を受け、 戦争に必要な資材の生産工場とされた。大戦後の1946年、他の主な産業の企業と同様に CZ も国営化され、政治情勢もあって、ストラコニツェの工場における武器製造を終了した。1948年には同じくチェコスローバキアのオートバイメーカーであり、最大のライバルであったヤワと提携した。 1950年代から1960年代にかけてはモトクロスやエンデューロなどのモータースポーツで数々の勝利を得るとともにストリートモデルの開発と生産でも大きな成功を収めた。この時期の c z は世界で最も成功したメーカーの一つであり、イギリスのビッサに次いでヨーロッパで2番目に大きなオートバイメーカーであった。この時期には ロードレース世界選手権の 250cc クラスや 350cc クラスにも挑戦したが、これらのロードレーサーは技術的には洗練されていたもののイタリアの強力なファクトリーマシンには立ち打ちできなかった。1969年、エンジニアのフランチシェク・プリルによって 350ccv4 エンジンのグランプリレーサータイプ860が開発された。これは、 DOHC16 バルブという当時としては、先進的なメカニズムと発足、ギアボックス、セリア2製、フロントフォーク、デロルト製、SSI キャブレターによって16000回転で63馬力、時速 240km の最高速度を発揮した。この V4 マシンは1971年のチェコスロバキア GP では、ボフミルステーザのライディングで、 ヤマハのヤーノサーリネンに次ぐ2位でフィニッシュし、1972年のオーストリア GP では残り数週のところでメカニカルトラブルのためにリタイアするまではメガボルト、アグスタのジャコモアゴスチーニを抑えてトップを走るなど何度か印象的な走りを見せた。しかし1972年シーズン終了後、CZ はリソースをモトクロスに集中させるために 費用のかかるロードレースから撤退した。一方、オフロードレースの世界では CZ は強力な2ストロークマシンで知られた有力なメーカーの一つとして長期にわたって成功を収めている。早くから2ストロークエンジンの排気管にエキスパンションチャンバーを取り入れたメーカーの一つでもあった CZ のオートバイは1960年代には モトクロス世界選手権では7度ワールドタイトルを獲得し国別対抗をエンデューロ大会であるインターナショナルシックスデイズトライアルでも何度も勝利を飾った。しかし1970年代になると安価な日本製オートバイの台頭によって CZ は徐々に市場でのシェアを奪われていき1993年民営化された CZ のオートバイ部門は イタリアのオートバイメーカーであるカジバに買収された。カジバはチェコの工場で CZ と親は及び自身のブランドのニューモデルを生産しようとしたが、この戦略は財政難のためにうまくいかず1997年に CZ ブランドのオートバイは生産が中止された。以後 CZ 社はギアボックスやターボチャージャーなどの自動車部品を生産する一方、チェーン、工具、 鋳型というもの工作機械などの創業時から続けている工業製品の製造を続けている。ありがとうございます。